えー、大谷翔平と番組で直に絡む機会があったら <laughs> 1, 1連絡先聞きますか2逆に連絡先を聞かれたら3でと誘われたら何ちゅう質問ですかこれワンチャンこういうのがあったらどうするかみたいな <laughs> 番組とかでそのインタビュー取ってきてくださいみたいな、ね、え連絡先は聞かないですねまずプロとしてちょっと聞きに行くくなは辛いけど、まあ、聞かれたら答えますよねうえどうなんですかねどういう状況って思いますけどえ聞かれて断らないってい選択肢あるんですか でも、どういう目的ってなりますけどね。大谷翔平ですよ、<laughs> 目的も何も。<laughs> 想像もつかないですけど、な,まあ、なんかもらえるかもしれないじゃないですか、金持ちだし。もらえるホームラン打ったボール上げるとかだと、なんかそれが後で何十万円とかになるかもしれないけど、<笑><笑>そんな、なんか、すい考え方で, <laughs> で。かほら、大谷翔平に連絡先を教えてそうすることは多分ゼロじゃないですか。まままあまあ、まあ <laughs> 確かに確かにどんな気持ちで冬に過ごしてるのかとか気になりますけどねおじゃあ,あのデートに誘われたらこれいきますよねそれは大谷翔平ですよマジで現実的じゃないですけどどういうデートするのか興味ありますよね <laughs>、まあ、興味ありますよね <laughs> まずどんなう人を選ぶのかとかうう、うんなんかどういう人なんだろうっていうのは確かに、ね、雑談ってどんな話してるのかってそ <laughs> のデートというよ人間大谷翔平が見れるっていうのいそうそう本当に人間として興味はありますね確かに